はい、皆様、はじめまして。ルンちゃんこと、ルチアセシリアです。はい、それでは改めてよろしくお願いします。ここでは初めての投稿、そして初めての顔出しということで、これからね、私がどんな人なのかということを紹介していきたいと思います。というわけで今回の動画では自己紹介、これをテーマに少しずつ私について語らせていただきたいと思います。まあ、今回初めての動画ということでね、正直今私すごい緊張しております。なのでちょっとね、目線が合わなくなってしまったり、それにちょっとキラキラしてしまったり、もう早口になったり、滑舌が悪くなったり、ちょっと低い声になってしまったりとか、もう本当にぎこちないって思われることもたくさんあるんじゃないかなって思うんですけど、もうそこはね、初めての動画ということなのでね、多めに見ていただけたら嬉しいです。私はですね、これまでこちらのね、メインチャンネルの方に私自身の自らのピアノ演奏動画をいくらか上げてきました。その中でもね、見てくださった方々の中には、一体なんだこの人はって思った方もたくさん いらっしゃったかもしれませんもうなんだこの人は、何者なんだろうかみたいな、もうある意味個性的すぎるというか、ある意味ですごい演奏してるぞみたいにそのように思った方ももしかしたらたくさんいらっしゃるかなって思います。というわけで、そのように思ってくださった方々のためにも、私自身が一体何者なのかということを説明すべく自己紹介をさせていただきます。まず私、ルチア・セシリアと言います。私はキリスト教のカトリック信者で、ルチア・セシリアは洗礼名です。そして愛称はルンちゃんです。どうぞ皆様、私のことはルンちゃんと呼んでください。ルンちゃんと呼んでくださったらとっても嬉しいです。出身地は神奈川県です。そして今私は1997年生まれの23歳です。で、お誕生日が10月22日なので、今年24歳になります。星座は天秤座で、血液型は O 型です。私は去年の3月に都内の音楽大学を卒業して、その後の1年間同じ大学の大学院の科目等履修生に1年間席を置かせていただいておりました。で、またそこで引き続き勉強させていただいて、現在は留学準備中です。その留学の受験を受けるためにピアノの基礎をもう一度磨き直したり、語学の勉強を頑張っております。どうぞ応援よろしくお願いします。私は音楽以外にも様々なことに興味関心がありまして、いわゆる多趣味でございます何が好きかと言いますと、音楽はもちろん音楽のみならず、いろいろな芸術鑑賞したり、それから映画鑑賞、そして語学、それからもう外を散歩したり、ドラマを見たりアニメを見たりすることがとても大好きです。特にね、アニメは私の一番の趣味なんですけど、さまざまなアニメを見る中ではやはりプリキュアシリーズが一番好きです。プリキュアだけは緩くですがオタク活動をしています。それくらいに大好きです。で、一番好きなプリキュアシリーズが2017年に放送されたキラキラプリキュアアラモードという作品で、そして推しのプリキュアがそのキラキラプリキュアアラモードからキアパルフェことキラ星シエルちゃん、そして2019年に放送されたスタープトゥインクルプリキュアからキアミルキーこと羽衣ララちゃん、このお二人が大好きです。これからね、そういった趣味についてもこのチャンネルで少しずつ楽しく語っていけたらなって思っておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ざっくりとした紹介になりましたが、こんな感じで自己紹介は以上となります。本来ならね、もっともっと私自身についてたくさんお話ししたいことはあるんですけど、例えば私がね、キリスト教に信仰を持ったきっかけだとか、あとは過去の黒歴史、ちょっとひどい話があるんですけど、まあ、そういったことも正直にね、全てお話しできたらいいなと思っております。ま
後日ね、まあ、こういったことを動画でね少しずつお話ししていきたいなって思っておりますので、もうよろしければぜひ皆様チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さんありがとうる、また次回もよろしくる。